散歩終了。ホテルも会場も広くて、いろんなものがあって楽しかったな。あれ、鍵がかかってる。あ、そっか、ドアを閉めたら鍵が勝手にかかるやつだ。部屋の鍵、部屋の鍵は、わ、ベッドの上に置いたままだ。まあ、いいか。もう一回散歩行ってこようっと。ここ広いから、まだまだ見て回るところはたくさんあるもんね。ふぅ、たくさん歩いたな。面白かった。あれれ、なんだかふわっとしてきちゃったな。そこのソファーで、ちょっと休憩してこうっと。あなた、ハピアラの愛もドリンク？どうしたの、こんなところで。え、あ、ロンドの椿ちゃん。椿ちゃん、私、一応年上。まあいいわ、どうせ悪気はないんだろうから。それよりどうしたの、顔色悪いんじゃない。え、そうかな、私元気いっぱいだよ。ちょっと会場をいろいろ散歩してきて、なんだか体がふわーってして不思議な気持ちなんだけどね。散歩？なんでまた。なんでって、部屋に鍵を置いたまま外に出たんだけど。ああ、締め出されたのね。それ、フロントに言えば対応してくれるわよ。そうなんだ。じゃあね。あれれ、行っちゃった。どうしたのかな。なんだかだんだんぼんやりしてきて、体に力が入んないよ。うっ、びっくりした。椿ちゃん。だから私は同級生じゃ。まあいいわ。それよりこれ、スポーツドリンクを買ってきたから飲みなさい。え、なんで。はあ、あなた熱中症になりかけていたのよ。そのまま放っておいたら倒れるかもしれないから、早く水分補給と、あとできたら早く部屋に戻って濡れタオルで額や脇の下を冷やしなさい。そうなの。そうなのって、あなたもパフォーマーでしょ。だったら自分のコンディションにはもっと注意しないと。ありがとう、椿ちゃんって優しいね。なあ、だからあなたたちってつるいのよ。あなたたち？タッチって私と誰なの。いいから早く部屋に戻って安静にしてなさい。はーい。もう、あんなにまっすぐ感謝の気持ちをぶつけてくるとか反則なのよね。ああいうところはかなわないよね、本当に。